非常に惜しい試合となったと思います。今日の試合振り返っていかがでしょうか。まあ、前半悪いゲームではなかったと思うんですけど、後半の立ち上がりのところでセットプレーでまず一つやられてしまって、でまあそこをきっかけにちょっとチームとしてのバランスが崩れてもったいないゲームだったなっていう印象です。次節に向けて何か修正点などあればお願いします。まあ、また前節琉球の時にもやられてしまったんですけど、セットプレーと、まあ、後半の立ち上がりというところでやっぱりそういう時間に失点しまうと苦しい展開っていうのが、や藤枝はそういう展開になってしまうことが多いので、まあ、分かっている分どうやって修正するかっていうのを、集中集中っていう声とともにどうやったら守れかっていう具体的なところもしっかり選手で突き詰めてやっていきたいと思います。サポーターの皆様に向けて一言お願いいたします。まあ、ホームでこういう残念な試合になってしまってすごく申し訳ない気持ちなんですけども、明日からしっかり切り替えて次の試合に向けてチーム一丸となってしっかり準備していきたいと思います。ありがとうございました。